コストは、アイハートメディアが所有し、ロサンゼルス大都市圏を放送対象地域とする超短波放送を放送する放送局で、ロサンゼルスでクビックや KTWV と並び、アダルトコンテンポラリーミュージックを放送する3つの放送局のうちの1つであるコストは、ロサンゼルスで最も好調手術を誇る放送局で、かつアメリカ合衆国で最も収益を上げているラジオ局である。 同局のウェブサイトは、アダルトコンテンポラリーミュージックを放送するアメリカのラジオ局の中で最多のアクセス数を誇る。同局の名前は、アメリカ合衆国西海岸に由来し、コーストと発音されるが、綴りはコールサインにのっとり、コストである。コストのスタジオと事務所は、アイハートメディアがロサンゼルスに所有する他の放送局と、同様に、バーバンクのウェストオリーブ通りに位置する。 送信書はロサンゼルスの他の FM テレビ局と同様にウィルソン山頂に位置する。同局では11月中旬から12月25日まではクリスマスソングのみ放送する。基本的にはパーソナリティの名前が番組名となることが多い。リスナーはコストラインと呼ばれるスタジオ直通電話で各パーソナリティと直接電話することができ、雑談から気軽は 家電を呼びかけているほか、各種コーナーにも用いられている。例えば平日の毎時20分は、Call at 20という電話応募コーナーがあり、様々なエンターテイメントのチケットが放出される。その電話番号は、フリーダイヤル1から800から929コスト、である。午前5時午前10時連携午前10時午後3時。 カリスティール午後3時午後7時マークはラングロン午後7時から午前12時ラブソングズ午前6時午前10時サンディ午前10時午後3時テッド G ジェニバッシュ午後3時午後7時マークはラングロン午後7時から午前12時ラブソングズ午前6時午前7時アニマルラジオ午前7時午前10時リックロベット午前10時午後3時カリスティール午後3時午後7時 テッド・ジージェニバッシュ2013年までのロゴ1956年10月9日にクグラとして放送を開始した。1966年11月にカッツに曲名、コールサインを変更している。1960年代は FM ラジオ受信機の所有率が低く実験的であった同局の放送は成功とは言い難いものであった。 1968年3月、コスト FM のコールサインを付与され、実質的にはすべて音楽で構成される放送が開始したが、当時は珍しいものであった。1970年代まで Easy リスニングの放送を続けていたが、1980年代に競合曲の存在もあり、ボーカル入りの曲を徐々に増やした。1982年11月15日には、 アダルトコンテンポラリーミュージックで構成される放送局へと転身した。この変更を機にサクラメントラジオでパーソナリティを務めていたブライアン・シモンズが移籍し、同フォーマットでの最初のパーソナリティになった。1986年2月3日には新しい朝の顔としてマーク、ワラン・グロンとキム・アーミドンがデビューした。マークキム・モーニングショーは2007年までの20年以上。 放送され、ロサンゼルスのラジオでは最長を誇っている。なお、この功績が認められ、両者はハリウッドウォークオブフェームの星を獲得している。マーク・ワラングロンは、現在もコストに出演している。1999年には、コックス・コミュニケーションズがコストと、姉妹局のクフィーをアンフム・インクに売却し、 さらに2000年にはクリアーチャンネルコミュニケーションズに売却された。2011年8月26日に長年午後の顔であったブライアン・シモンズがコストを去った。シモンズは2002年から2004年に姉妹曲を担当していた期間を除き1982年からコストに出演していた。コストで放送されるジングルは1985年から2009年まで。 ジャムクリエイティブプロダクションズで制作されたオリジナルのものが使用され、コストを表すサウンドであった。2009年から2010年までは、リールワールドプロダクションズで使用されたものを使用し、2011年には、ジャムジングルに戻った。2015年には、リールワールドプロダクションズのものに、再び変更し、ダラスのクバル向けに制作されたものを使用している。ありがとうございます。